米国物理学協会はアメリカ合衆国の物理学系学会の連合組織であるとともに独自でも学術雑誌を発行しており学会としての機能も有している12.5万人のメンバーが所属しており単独の物理系学会では世界最大のドイツ物理学会その次のアメリカ物理学会より規模が大きい米国物理学協会は 米国物理学会と共同で2000年からいくつかの最先端分野でバーチャルジャーナルを発行している。これは紙媒体の雑誌ではなくインターネットだけで公開されている。また、バーチャルジャーナルが論文を募集するのではなく、米国物理学協会と米国物理学会の専攻委員がネイチャーサイエンス、その他の全世界の主要な物理系学術雑誌の中から、 論文を選抜する企画であり、真の世界一の物理系学術雑誌として位置付けられている。米国物理学協会はまた、一般向けの解説記事を集めた雑誌として、エイプマガジンズを発行している。その中で、フィジュクス・トゥデイは、米国物理学会の学会誌としての役割を果たしている。ありがとうございます。